アナトリア語派とは古代小アジアで話されていたインドヨーロッパ語族の言語群ですべて死語である。中でもヒッタイト語の資料が多く最もよく研究されている。その周辺で使われた言語もいくつか知られるが、これらについては資料が少ない。クレーグメルチャートによると、他のインドヨーロッパ語派の諸言語と比べてアナトリア語派は以下のような固有の特徴を持つ。音声的には、 それまで理論的に予測されていただけだったインドヨーロッパ祖語の喉音の一部が残っている点が特筆される。形態論の上でも R、N の囲碁環境用、地のような非常に古い特徴が見られる。その一方で名詞の性は生物と無生物の区別しかなく、男性と女性の区別がない。これが他の諸言語より古い形態なのか アナトリア語派で対立が消滅したのかは意見が分かれる。総数も存在しない。動詞の活用は他の諸言語とかなり異なっている。ギリシア語やサンスクリットに見られるアオリストや接続法、気球法などは存在せず、近代語に見られるような右言法が発達している。紀元前千年期のアナトリア語派諸言語の分布かつて一部の学者が唱えた。 インドヒッタイト語仮説は現在では破棄されているが、アナトリア語派がインドヨーロッパ祖語から最も早期に分かれたと考える学者は今も少なくない。分裂時期については紀元前4000年期半ばとするクルガン仮説があるが、さらに古いとする説もある。クルガン仮説によれば、初期のアナトリア語派は社が国会の北からアナトリアに移住したルートには2つの可能性がある。 東のカフカス山脈を越えた可能性、および西のバルカン半島を経た可能性である。マロリーとスタイナーによれば、バルカン説の方がやや優勢である。彼らがアナトリアに入ったのは、紀元前2000年頃、またはそれ以前と言われる。ただしコリン・レンフ流により、インオーソゴの源の里をアナトリアとする説も、提唱されている。この説を取れば、移住を仮定する必要はない。 その他アルメニアを源の里とする説を取れば、すぐ東から移動しただけということになる。アナトリアは、紀元前4世紀のアレクサンドロス3世による征服でヘレニズムに接見され、この地域の土着言語は、紀元前1世紀までには消滅したと考えられる。これにより、アナトリア語派は知られている限り初めて消滅した、陰謀語族の語派となった。アナトリア語派に由来する単語は、 現在のトルコ語にもごくわずかに残っており、特にシデやあだ名などの地名がある。このほかギリシアの一部地名の形についてもこの語派に由来するとの考えがある。ありがとうございます。